れ様です。ちょっとね、せっかく綺麗にセットしていただいたからと思って、こんばんは。お母さんじゃないご飯まだね食べてないの。配信終わったらちょっとねラーメン食べようと思って。もうね夜のねラーメンはね美味しいのよ。早く食べたいよ、お腹すいた。今日のメイクいい。ありがとう。誰だろう。おー、どなたどなた。ななちゃん。私ね、そう、あ、野口マスカットよりちゃんですあのね、最近やっと自分に合うメイクっていうか、なんかあ、これだなって思えるメイクを見つけて、やっとだよ、ほんと最近。あ、だから嬉しい限りです。ちょっと待って、割れた鏡絶対良くないよねこの鏡。ちょっと待って、もういっか。どうも。うどん食べた。いやいいな、うどん食べたい。カレー、今日ね朝じゃない昼カレーなん食べたの。ウーバーイーツごめんね、聞いて。なんか前さ、ウーバーイーツ間違えて配達員の方登録しちゃって、普通のウーバーイーツが使えなくなったって話したじゃないですか。解約できたの配達員の方やっと解約できて、それでこっちのアプリの方のウーバーイーツも使えるようになって、今日ねウーバーイーツしたの。ナンを、カレーナンをウーバーイーツして食べたらめっちゃ美味しかった。皆さんのおかげです。そう、皆さんが解約の仕方書いてあったよって言って送ってきてくださったのを見て、うわーやったーと思って解約しましたよかったー。イコラブじゃなくてウーバーの配達になるとこだった。イコラブやめなきゃいけないとこだったやっとできたんだよ。祝杯のウーバーしました。今日は眉毛、眉毛描くの一番メイクで凝ってるとこだから、褒めてもらえると嬉しい。喜んでいる。肉球見せて。肉球なのこれ。肉球です。あ、マリーちゃんが映ってしまうね。あ、マリーちゃんが映ってしまう。真上にさあるからさ、暗い影になってしまう自分で自分に配達しちゃうとこだったね。てかデコ広すぎん？本当にデコ広すぎん？ね、顔の半分デコなんだが。どういうこと？ほらほら、あ、嘘だったわ嘘だったわ。ちょっとこっち眉毛、こっちこうよかった。眉毛しか勝たんって何どういうこと？そう、マリーちゃん、あ、これあんま映っちゃいけないかもしれん。ちょっと待って、あ、じゃあ、あ、違う、こっち、よいしょはい、オッケーそう、メイク変えた。眉毛ね、確かに自分に合う形わかんないよね。私もなんか結局平行ラインにしちゃう、いつも。前なんか前一時期挑戦してた時とかあったんだけどね。そう、レポートの偉いと思って。ともつんさん、偉いね。レポートなんかみんな追われてるね今。ファンの方すごいレポートレポートって言ってる気がする。生きてみんな。
と皆さんのツイートを見てます。今チラチラ最近ねずっとねあの日向さんのねドレミソラシドが頭から離れなくてね、ごめんすごい唐突なんだけど、やっぱりさっていうかメガネにしてもいいですかなんか猫出しにさメガネ合わないかなって思ってさ、ちょっとコンタクトで頑張ろうって思ったんだけどね、限界って言ってる、うん、まつげのね下地塗ってます。まつげの下地だけちょっとあのエレガンスのあのいいやつ使ってます。あれじゃなきゃもう私のまつげは下がっちゃうの、汗とかでダメなの。あのエレガンスの下地、まつげ下地あるじゃないですか、これマジで下がってこないよ。あのね2日間ぐらい下がらない私よくさ寝落ちしちゃうのね。で普通さこうベッドでゴロゴロして寝ちゃったって起きたら、普通まつげとかってもうなんかボサボサになったりするじゃんかでも本当にこの下地使うともう一生もうこうメイク完成した時と変わらないぐらい、ほらわかる、あんなに汗かいてなんか激しく踊ってもこんなに上がってます。まあそういう時もあるよね、人間だし。外します、すいませんふふ私はね思ったのよ、もう、あ、すいません、あ、グロい大丈夫、え、カラコンじゃないよカラコンじゃないよ、見てほら、透明、なんかやだ、なんかやだ、今なんかつけてたやつ、そんな、ごめんね、なんか、ごめんね、今のすごい嫌だったよね、ごめんね、不快な気持ちにさせてごめんなさい、もうやりません、一生、ごめんなさい、すごい嫌だね、なんかご飯食べてさ、なんかこうやってもぐもぐしたのをさバーって見せた感じ、今私の気持ち、うわすごい深い、ごめんなさいごめんね、なんかそういうとこあるよね、直します、すいません、全然見えてないからね今、よいしょ、あごめん、洋服で素が出てしまう、はい、こんにちは、あ、陰キャこんにちは、アイシャドウは生だアイシャドウはエクセルです、今はね、下まつげはね今キャンメイク使ってるかな、ちょっと今度やろうかな、メイク配信って何回も言ってるね伊織ちゃんのコンタクトください、やーばー、感染症になるよ、汚いからやめときな「そんなことないよ」すごい好き、そんなことないよ、めちゃめちゃ好きなんですよ私、なんかよくないですか、なんかあこの曲って私たちがというかアイドル側の人たちがファンの方にそう言ってもらえたらすっごい勇気出て頑張れるなって思う曲、なんかそのコンセプトがさ前髪を切りすぎちゃった女の子っていうのがテーマじゃないですか、でもなんかそれだけじゃなくてすごい落ち込んだ時とかなんか私だけなんだかなって時とかになんか聞くと、あ勇気出る、なんか確かにそうやって思ってくださる方もいるかもしれないって勇気になる曲だなと思って最近めっちゃ聴いてる、すごい好き、めっちゃ泣ける曲、あとここ好き、こうなってからのヒッってやるやつ好き、
眉毛はね、私本当にずっとケイトさん。いやこれはなんかリップとか関係なく、私がコスプレイヤーをしてた時からずっとまつげは、まつげちゃうわ、眉毛はねケイトさんのやつしか使ったことない。あとあとエクセルのなんかやつでちゃちゃちゃって感じだけど、これはマジ。え？あ、言ったことなかったっけ？そんなことないよ。リピートしちゃう、すごいなんかね、なんていうの、癖になる曲じゃない？奈良トモエの絵、あれなんて読むんだろうっていつもえってなって聞き返すんだけどよく言えない。吉尾だっけ、ともなんとかの絵だっていう、奈良あんまり言えなくて2週間ぐらい毎日いじめられた。そんなことないよ、可愛いよ。見たことないけど、ああのね、私日向さんの好きな方が最近もう本当にその方が好きで、あのねちょっと待って、あのねお名前がねすごいね、ちょっと待ってくださいね、調べます、ちょっと待ってください。好きになった理由はパフォーマンスが好き。お二方いて、どちらもあの MV とかしかあれなんですけど、なのですごいにわかで本当になんか申し訳ないんですけど、でも MV での表情だったりとかダンスのもうパフォーマンスで好きになったお二方で、えこの方すごいかっこいいって思って、でちょっと待って、あ一人が佐々木美玲さんで、佐々木美玲さんのあのこんなに好きになっちゃっていいのところの奇跡だと分かってるわが好きすぎるの、ここがね本当に好きすぎるの、だからもうなんか苦しくて、こっちがなんでそんな悲しい顔するのって、なんかそんな悲しい顔しないでって、そんなの分かってるわって自分の中でこうなんていうの、こう踏みとどまらないでってなんかもう思っちゃうぐらい好き。全部受け止めてあげたくなってしまうぐらい好き、勝手にだよこれは、勝手になんだけどね、そのぐらい好きです。で、あもう一人の方が渡辺美穂さん、渡辺美穂さんが本当に好きすぎて、初めそのあこの方すごい気になるって思ったのがどのあれだったっけな、やっぱこんなに好きになっちゃっていいのかなの時の2番のところで、親友に何時間の時に多分真ん中にいらっしゃるかな、多分の時になんか一人だけ雰囲気が違く、なん か私の感じ方だとは思うんですけど、なんか好きで踊り方とか、あとここのところ、こんなにねこんなにね好きになっちゃっていいのの好きになっちゃってんとこかな、ここがマジで好きすぎて、かっこいいってなって、この方誰だろうと思ってキュンとか、ドラミソラシドを改めてMV 見返した時に、あ私ここ好きここ好きって思ったのが全部渡辺美穂さんで、えってなんかこれは運命って思った。なんかあのドラミソラシドのなんかどこだっけな、なんか白いシャツみたいなのにこういう青のやつ衣装着てね着てらっしゃるじゃないですか。でなんかもうあそこ踊ってる時の
渡辺美穂さんが全部好き。なんかあそこのシーンの渡辺美穂さんばっかり見ちゃう。もうそれぐらい踊り方がめちゃめちゃ好きだし、あとそんなことないようのあそこ、こことかめっちゃドアップで映るじゃないですか。すっごい好き。もうマジでかっこいい、超好き。もうなんかパフォーマンスがかっこよすぎて、なんかあここ好きここ好きって思ったのが、あキュンか、キュンだ、ドラミソラセタじゃない、キュンの衣装がこれかし、この青のやつだ。でもうなんか好きになってしまいました。気がついたらずっと目で追ってしまうようになりました。いやなんか素敵ですね。って思いました。本当に好き、渡辺さん好きです。ベミホさんを転がしてみたい、どういうこと。ルラさんどういうこと。すごい好き、かっこいい。え、推しが同じ、推しっていうのもおこがましい、なんかもう違う、尊敬、素敵、なんか尊い、見てて心が癒される、なんかそういう存在、なんか推しとかなんかそんなじゃない、ちょっと申し訳ない、あすごい揺れる、ごめんなさい。すごい好き。へえ、一緒、ベミホさん好きな方たくさん、なんかもう見ているだけでいいんです、なんかもう幸せだから、もうずっと見ちゃう、ずっと見ちゃう MV を。でも郷坂なおさんかわいいって思って、わーってなる。恋だ、これは恋だ、二次元だけじゃないのに。そうなのよ。そうそう、キャン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 ダンして、キャン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 ダンして、I just fall in love。 振りわからんな。いおりちょろそう。よくわかったな。そうなんですよね。お、定期公演から今帰ったぞ、クロスケさん、クロミちゃんじゃん、かわいい。楽しかった、定期公演。同い年、え、どなたと、え、どなたと、19歳なの、え、どなたが、そんな、え、嘘、見え、え、え、大人っぽいですね、すごい、え、え、同じ世界線で生きてきたってこと、やば、やばくない、無理なんですけど。そんなことあるのが。二次元最近どうっすか。もうね、漫画ばっかり読んでる最近、本当に。本当に最近漫画ばっかりだな。ゲームもやってるけど、メギドばっかりやってて、メギドが本当に面白い。ネフィリムちゃんがね、レベル50になった、でも55から進んでくれない、ちょっと難しい、大変、集めるのが。あ、そういえば今日なんかね、フィルムちゃん出たよって方いらっしゃったね。ありがとうございます、ガチャを回してくださって嬉しい。小坂奈緒さん高校2年生、え、え、嘘、
って恐ろしいな。あ、一つ上なんですね、お二人。年上先輩だ。尊い止まらんね、尊い止まらんね。真剣に言って無理好き、わかる。イコールラボやばかった。きっと君だ、君だ、君だ。そうねえ、鬼滅さ、本誌バレ、本誌のネタバレを見てしまってたな。ジャンプの方の、どうしたらいい、私ってどうしたらいい。わかんないの、まだまだわかんない。だって見てないもん。だって見れないんだよ、見れないんだよ。わかる。だってもうなんかどん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 情報が増えてってさ、私がこんなにアニメは見たけどさ、漫画は見てないけど、 S さんの絵とかでさ、あ、このキャラこうなんだなとか、このキャラこうなっちゃうんだなっていうのを勝手に察してしまって、もう怖くて進めないの、ここから漫画から進めないの。わかる、この気持ち。怖くて見れないの。見たいんだよ、すっごい見たい、すっごい見たい。わかる、この気持ち。見れないんだよ。持ってる、持ってますけど見れないの。どうしよう、自分が死ぬ運命が見えてるの。私は自分が辛くなってわーってなって、もう一日中部屋から出れない、う、もう人生が見えてる、もう何もかもどうでもいいってなってわーってなっちゃう、なんか目に見えてるんだよ。追いつきたくない、追いつかなくていい、でも追いつきたいし、そばにいてほしいし、無理、この感情どうしたらいいのって感じ今。何しても地獄、何しても天国って感じなんだよ、はあ、いや、慣れてはないの。私ネタバレ大丈夫な人なんだけど、はあ、私はね初めてなの多分。いや初めてじゃないかも、なんか推しが死ぬかもしれない作品をこんなに好きになったのは初めてなの、こんなに好きになったのは初めてなの、こんなにね、こんなにね好きになっちゃっていいのって感じなの。もう辛い。バイト先にジャンプ落ちてたって、バイト先に落ちてるジャンプ羨ましいな。私もバイト先になりたいな。バイト先になりたいな、それ。もう無理だ。椅子揺らしすぎてしまって壊れてないか心配ちゃった。でもよく見えましたよ、揺れててくださってね、定期公演。よく見えたよ。本当にしんどい、どうしよう。こんばんは。生徒会役員ども見たよっていうこのパワーワード。ねえ、いいんだよ、私がおすすめするアニメ全部見なくていいんだよ。だから生徒会だから自分で選ばなきゃダメだよ、選べる権利はあるんだから皆さんに。でも見てくれてありがとう、面白かったでしょ。大好きなんだ。本当に大好きなんだよね。見ると幸せになるくない、なんか、あ、こういう世界もあるんだって。じゃあ私はなんかこれしても別になんかこの人たちが生きてるなら私も別にこれ言ったってどうにもなんない、はーってなんかこうはーってなるの、気持ちがわかる、なんか強くなれる。強くなれるのよあのアニメってさ、はーって。自分死ぬかもしれない、なんで死なないで、生きて、ダメだよ死んじゃ、悲しむ人がいるよここに。ねえと読み進めたらね、わかる、やむ気しかしないよね、わかるわかる。で別にこれはなんかメンヘラの闇とかそういうんじゃなくても愛の闇だよね、わかる。うわ、ヤクネバー、ヤクネバも私も怖くてなんかもうどうしたらいいのかわからないもん。そんな、なんかこの前お話ししたかもしれないけど、自分が病む前に漫画もう原作からめちゃめちゃ病みすぎてて、こっちが病んでられない状況になる、ちょっと自分が強くなれるね、おすすめの漫画があるんですけど、いいですか紹介しても。
言ってもなんかこれちょっと好みありそう。今夜は月が綺麗ですがとりあえず死ねの漫画がすごく好きで、その同じ多分原作作者さん作者さん漫画かな、漫画描いてる方が多分同じの方、同じじゃなかったらどうしよう、ちょっと調べよう、多分同じなんだよな。じゃあ君の代わりに殺そうかっていう漫画があるんですけどこれがめちゃめちゃおすすめです。えぐい、なんかすっごいえぐい、なんか今夜は月が綺麗ですがとりあえず死ねとはまた全然違った路線、なんかさいあっちがこうなんじゃん、なんかね、まあちょっと違うんだけど、なんかバイオ系のなんか感染症みたいな、そういう怖さ恐ろしさ恐怖があったとすれば、こっちがなんかね心理的な怖さ、あ人って怖いなって、なんかめちゃめちゃサイコパスの話で、めちゃめちゃマインドコントロールをされて、そのなんて言うんだろう、なんか望んだことなんだけど、俺が思ってたのはそうじゃない、でもこいつには逆らえないみたいな、なんかあ人間、なんか人間のかんなんて言うんだろうな、生々しいっていうか、あこういう人と出会っちゃったら怖いなって、なんかもう自分強く心やっぱ強く持つのって大事なんだなってなんか思う感じ、なんかね頼る人を間違えちゃいけないって考えを改めさせられるような漫画。ちょっとグロいの苦手な方は苦手かも、すごいね好き。人は簡単に信じない方がいいらしいね大丈夫まあ確かにねそういうよねあ知ってる持ってる、わー、えー面白くないこれ、めちゃめちゃね私も好き、ハイキュー黒が好きですBL じゃないですサイコホラーって感じ。めっちゃ面白いですよ。鬼滅の推しは、推しっていう推しがちょっとなんかいない、なんかみんな好き、嫌いな逆に嫌いなキャラがいないんだけど、うずいさんが好きかな、うずいさんと、うーんうずいさん、もうみんな好きなんだよな。そうメガネ今日ああわかるかもしれない CV、 うん、あおすすめのユニ漫画はあれです、君が死ぬまで恋したいかな、だった気がする、ちょっと待ってうん、君が死ぬまで恋をしたいねえ、買ってくださった方たくさんいてすごいね嬉しかった、そうなの、なんかねそうめちゃめちゃね、なんか私が伝えたかったのはこういうことじゃない、君はすごいきっと私の言いたいことを納得してくれてるけど、でも君が思ってるそれと私が思ってるそれがなんか違くてずっとすれ違ってる感じとか、初めその子に対してあんまりいい感情がなかったけど、知れば知るほどこの子のことが気になって守りたいっていうか、なんか幸せになってほしいっていうか、一緒に多分何かに怯えることなく怖がることなく一緒に住みたい、一緒に生きていきたいって多分思い始めるのよね、その関係がね。なんかでもきっとお互いにこれが恋なんだろうなとか、この子に対する気持ちって他の子と違うんだろうなっていうのが多分まだあんまり気づいてない感じがめちゃめちゃいい、
けど見てるこっちとしては、え、絶対それってそれってさ、それじゃんってなるんだけど、ずっとこうだけど、なんかここがちょっとなんかこうなの、こうなの、わかる？友情がさ、なんか友情じゃない、例えば他人がさこうだとしたら、恋愛はこうね、でもこうこうなんかかすってんの、なんかかすってんだけど、なんかこうならんのよ、こうなの、ずっとこうそれがめちゃめちゃいい、なんかもうもどかしいけど、なんかけなげで守ってあげたくなる感じ。やがた君になる、好き、私も好き、好きだな。ラブライブは誰だ推し、エリチです。賢いかわいいエリチが、勉強応援してください。蒸気船くんかな、蒸気船くん、勉強頑張れ、君ならできる、 You can do it。 どこ目指すの、何の勉強、そうそう、パッ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 、君に届けが好きっていうコメント読んだら歌ってしまった。うーん、そんな感じ、友達以上恋人未満って感じ、わかる、そうそうそう、その感じ、そんな感じ、平行線上、うん、そんな感じ、一番しんどいやつ、そうなの、でもなんか別にそんな、あーな、しんどいく感じてるところは二人ともなんか違うっていうか、なんかね、しん、なんか別になんかお互いは恋人同士になりたいと思ってないのよ、別に、だってそういう感情まだ自分の中でこう思ってないから、なんかね、わかるかな、ね、ちょっと漫画見てよ、漫画見てよ見てよ、わかるよ、見たらわかるよ、ね、幸せだなそう、結局いつもアニメの話になっちゃうね、ごめんね、わかる、まきちゃんもいいよね、私ビビが好きよ。明日弓道の大会、坊ちゃん頑張れ、精神統一、いつも通りにやれば大丈夫だよ、頑張れ、緊張するよね、すごいシーンとしてるしさ、なんか自分がさこうやって、いやこうやって構えてる時にさ、他のチームの人がさパーンってやってさ、うん、なんか言うじゃん、よしって、私んとこはよしだったのね、当たると、矢に当たるとで、よしってさ、他のさチームの人がよしって言われるとさ、やべえやべえってこうなんか持ちながらなるくない、すごいプレッシャーになるよね、でも大丈夫だよ、君はできるよ、強い子だよ、怖く、大丈夫だよ、待ってるよフ踊りね、踊り変な感じになっちゃったね、周りのキャラは結構ゆりゆりしてて、むしろいいって感じ、ねじり何サーモン揚げ何なんかすごいコメントきた、明日学校、ええ、あれ明日土曜日じゃん、やだー、そんな辛いね、一瞬だよきっと、まあでも私も学校苦手だったから何とも言えないけど、でも明日頑張ればいつか休みが来るんだよ、なんか楽しいこと考えよう、例えば学校終わったら学校帰りになんかどっか行くとか、なんか食べるとか、漫画見る、アニメ見るとか、そしたらちょっとなんか頑張れ、あ、船乗りになるための勉強、だから蒸気船くんなの、頑張れ、偉いね、じゃあ船酔いしないんだ、強い、化粧してます、え化粧してるよバリバリ化粧だよ、
作ってます顔面。うん、あ、そうだ、プロスタの放送日です。明日どんなこと学習するかな。明日は今日マイクに顎ぶつけてなかった私ね、マイクに顎ぶつけるの常習犯なんだよね。いつもゴーンってなっちゃうの。ちょっと長いからかな、なんかね、距離感を間違えちゃうんだろうね。私はきっと自分の中で口がここにあると思ってるのさ。だからもうこう、なんかもうちょっとこうなってるはずなんだよ、自分の中の理想では。でも多分距離感がつかめなくて、いつもここにあると思って、勢いよくグッてやるからもうガーンってなるんだろうね顎との距離感つかめ難しい。何歌った時だろう、多分初め最初の方かな。ゆりちゃんもマイメロやって、マイメロ、マイメロ、うん、マイメロ、でもこれシナモン、マイメロ、じゃあそこにねマイメロがいるんよ。マイメロマイメロってさ、お口さ、なんかこういう感じあ、なんかかわいい、ポムポム、こんなんなって。松丸くんのモノマネしよう。松丸くんどんな顔かな。私松丸くんすごい好きなんですよ最近。シナモンも好きだけどね、シナモンもここにいるし。可愛いって正義だよね。ぬいぐるみがねありあふれすぎてね、どこに置こうってなってる最近。松丸くん、ああちょっと待ってバッと松丸って調べて出てきたやつをやるね可愛い松丸くんすごくなんかこんな顔してる。癒しか、癒しだなうさぎカフェどうだった。うさぎカフェめちゃめちゃ可愛かったのね。パルちゃんと行ったの、みはるさんと、森みはるさんと行って、めちゃめちゃね可愛かった。あのうさぎがね、なんか私の中でうさぎって警戒心強かったりとか、あんまりなんか寄ってこないイメージがあったんだけど、そこのうさぎカフェさんがねめちゃめちゃうさぎが人懐っこくて、私がなんか触ってたウサギの名前がパッチって言うんだけど、めっちゃ人懐っこい、寄ってくるので、撫でられるとなんかのぺーってなって、なんかねすごい可愛いの。待ってね、写真をねいっぱい撮ったんだけどね、私ね京子ちゃんっていうウサギと、京子ちゃんとパッチのがすごい好きで、ウサギねめっちゃね可愛いのね、見て、待って。京子ちゃんとかだっていそうだもんね。京子さんいらっしゃいますか？京子さん。京子さん可愛かったよね。見て。あ、これじゃちょっとのぺ感伝わらんな。どうしよう。あ、これ。でももっとねのぺってなったの。これ。こんなん。あ、うん。あ、待って。こんなんのぺーってなって、でもね違うの、足本当はこんなんなるの、こんなんなって、足可愛くないねこの尻尾。あーあ、あ、よしよし、あ、よしよ
しかわいいのスノペってなってさ、なんかでもどういうなんか心理なのかわかんないけど、普通にキュン死にしてしまった。かわいかったん。あ、ちょっとごめんなさい、春日亭のスタンプラリースタンプラリーっていうか京子ちゃん、もうちょっと明るくしよう、京子ちゃんかわいい、耳がツンツンしてるの。ね、見て、撫でるとこんなんさ、平らに平らになっちゃうの。ぺちゃんこ、かわいすぎん。天使でした。あ、日向坂にいらっしゃるんですか。俺はパッチになります翔さん君から、今日から君はパッチだねえプリッティだね、プリッティ、そう、アガ王さん、そう、カードいっぱい入れてる、ラーメン系のやつごめんなさい。ねえ、え、足つった大丈夫、生きて。スマホケース今はね、クラゲです。クラゲかわいいでしょ。これクラゲなんだ、水族館で買ったやつ、ちょっかわいい。うん、あ、そう、画面めちゃめちゃ割れちゃってバッキバキ。あ、タワー、待ってね、うん、うん、どこだ、ほ、ほら、皆さんハートとかだるまさんとかありがとうございます。うん、あら、あれ画面の揺れが震度4。どなただ、どなたでしたか。どなたかわかりますか。タノさん、タノさん、タノさん、タワーありがとうございます。遅れちゃってごめんなさい。タワーありがとうございます。アリタワアリタワ、花ちゃんのウィンク、そう、びっくりしちゃった。目が合った瞬間、奇跡を信じたの時に花ちゃん見てたら、奇跡を信じたってウィンクやってて、その瞬間目が合っちゃったの、私花ちゃんと。奇跡信じたって感じ目が合ったし、奇跡信じていいんだよねって、これ私に対する爆裂だよねって思いながら、なんか勘違いオタクしてましたでも今日ね、リサにもウィンクされたの、キアタスの時に、キアラー助けに来たぞーってさ、落ちサビのとこ言うじゃないですか。で、気づいたよー、ありがとうの時にリサが目の前にいたんだけど、私がずっとリサのことね、こうってで顔見してたら、リサがってやってくれて、えってなった。なんか最後、なんかいいぞいいぞって感じ
もうもっとしてほしい、ウィンク、みんな超可愛かった。何何何それ何それって、何どうしたらいいの、僕どうしたらいいんすかって感じだった。ほほ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 って慌てだった。いやウィンクって可愛いね。これから目が合うときにウィンクすれば、なんでそういうことしちゃう。じゃあ今度さ、皆さんなんかライブでさあ、私と目が合ったなって思ったらウィンクしてください。あ、もう好き好きになっちゃう。奇跡感じちゃおう、一緒に共に。ウィンクできないのゆずさん、かわいい。怖く初めて撮ったからウィンクして、うん、しよう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 目にゴミ入ったわって言ってウィンクするの、ツンデレじゃん、キャバ両目ウィンクえ、でもあれよね、猫とかって両目こうって目が合った時にこうやってまばたきするのって、なんか猫ってこう警戒心ないですよっていういう意味があるんだって。だから嬉しいよ、両目ウィンクも。そうそうそうなのよ。ってゆくない、あら、私のツイッターからコラボしてくれたの京子さん、京子さんとかだった、え、京子さんうさぎに京子さんって方がいてねいっぱい触ったんだよ今度触ら、今度触らせてねって、なんかね、やら、ね、なんかねね、やんなっちゃうねよろしくお願いします、イコラブを。右目しかできない、どっちもできる。でもちょっとなんか苦手、グイってなっちゃう。目があったら鼻でかくする独特ウィーク界、両目つぶる女の子かわいいよね。琥珀で何話そうか本当悩む。じゃんけんしよう、じゃんけん絶対アニメ知識バレた。顎食いされたい、私顎食いしやすいって言われるよ。あと肩叩きにいいんだって、私の顎してあげようか顎食いしろよって話よね。え、あー、ツイッター見てますよ、見てますよって、なんかね、私思ったんですよね。なんかすごい皆さんのリプとか、リプ、特にリプとか、あと私に送ってくださるメッセージとかすごいいつも見てるんですけど、なんかあまり見てますよっていうと皆さんしにくいかなってちょっとなんか思っちゃってね。そんなに見られてるとね、やっぱ恥ずかしくなるじゃないですか、オタクって。私もそうなんですけど、隠れていたい、なんかそんな、なんだろう、なんていうのかな、恥ずかしい部分ってあるじゃないですか、やっぱり。だからなんか私が言えば言うほど皆さんやりにくいかなと思って、ちょっと最近言わないようにしてたんですけど、でも見てます嬉しいです、元気もらってます、すごい。なんか皆さんがこの髪型見たいとか、この髪型いいんじゃないって言ったやつを結構定期公演とかに
取り入れたりしてるし、あとなんかそうメギドのやつもそうだしね、なんか私がツイートしてない日でもおはようとかおやすみとか、今日何何したんだって教えてくださる皆さんが大好き嬉しいです、すごくふん老後の悩みについて相談したい老後の悩み早くないですか？そんな、おいくつ？見えない、いくつなんだ？そんな考えるほどのしよう、待ってますたたいていいよ、顎。告白の時変顔したらどうする？仕返そうか？どうだろう、びっくりしちゃう、ってなっちゃう、誰どうしたん、どうしたん、今日どうしたんってなっちゃうでも楽しそう、楽しそうなんで？やだ、髪型羊やってほしい。羊か、私が？あれでも可愛いよね、なんかのんのとかミリがやってるの見る。あとキャじゃない、ショコもやってたね。どうってやんだろうあれ。ならんならん、こんな感じいおりちゃんが今日誕生日なんですか？同じ名前おめでとう。おいくつになったの？今日か。なんかいいね、2月前って。鍵締めじゃん、1月の鍵締めじゃん、かっこいい寄りちゃんのメガネのブランドないよ安いやつだよ、ないよ、どこだろう、わかんない、地元のやつですどこにでもやってるやつ。にじますさんの CMV 見てないけど、あのみはるさんがトップガー変えたのを見たトップガーっていうかアイコンか、アイコンか、かわいいってなったリンダおひさでこだし、シグマの乱臭入って琥珀行くの、いやシグマもう同じだね、茨城だ絶対茨城じゃない小熊さん、入ってたなシグマ、夏運動、もう学校運動靴でみんなシグマだった、小学校中学校って。懐かしいね羊さんしたら心臓停止しちゃうの？じゃあやめよう。イオリって呼んでいいよ、
よりって呼んで。え、4月に女の子出産する。ぜひ26日でお願いします私と同じ誕生日になりますように。何それ素敵え、ゴリラお化けさん、花ちゃんと同じじゃん。もうすぐじゃんね、誕生日。ハッピーバースデー to you じゃん。もうちょっと。眠くないの？眠くない。それよりね、お腹が空いた。立て目なガタガタ咲くよ。立て目がね、いいと思いますよって言った。多分みんな今気づいたよね、多分。分かってくれたよね、きっと。よしみゆちゃん、わかるわかる。この前載せてたさ写真、あの横顔とかマジで彫刻かと思った。めっちゃ可愛かった。なんでこんなに綺麗、目の輝きすごくなかった？なんか宝石だった。ああいう色のマンションのさ、あのめっちゃいいところのマンションの床とかさ、壁とかになんか、なんていうの、大理石っていうのみたいな目をしてた。なんかえ、どっから掘ってきたんだろうってその目って思ったぐらい綺麗だった。めっちゃ可愛いですよね。薄い唇が好きです。なんかもう挟みたい、こうやってほっ、ってわかる？このなんか薄い唇をさってしたくなりません？ははは、野口って呼んでいいよ。野口さんでもいいよ。ケトゥさん、今のちょっとよく見えなかった。イーちゃんでもいいよ。なんでもいいよ。ハゲでもいいよ。卵でもいいよ。ポテトヘッドでもいいよ。ねえ、ありがとうございます、トモさん。嬉しい。チキンラーメンかわいい。チキンラーメンちょっぴっただけ。あら、待ってるよ。ありがとうございます。ナシコタソめっちゃ好きだったんです。私コスプレをしてらっしゃる時からめちゃめちゃ好きで、ね、なんかいいんですよね。なんかよさこうなんか感じすごい好き。ナータンとかもいいなって。めちゃめちゃ可愛いですよ。なしこさんがあーなんだっけ、あれ、すき焼きうどんなんだっけ、あそこどこでしたっけね、お店の名前が浮かばない。で CM やってらっしゃるのを見て食べに行きました。食べたすぎて、食べたくなって、それぐらい好き。マスカットいいよ。マスカットって呼んでいいよ。あのぐっちゃん、いおりさんとしか呼べない。なんで？嬉しいけど、呼んでくれるだけで。野口様様ご自由にだよ、ご自由に。蒙古タンメン食べますこの後。いちゃん5歳もうやんない。いちゃん5蒙古さんやんないです。え、わかる。なんかさ、わかるっていうかわかんないけどさ、なんかなんていうの、
同じ気持ちかは分からないけどさ、私ね摂津万里が好きなんですよ。 A3 の摂津万里を摂津とも呼べないし万里とも呼べないの。摂津万里って摂津万里なんだよね。なんかそうなんだよね、わかる。なんか言えないとか、摂津って言うとなんかすごい先輩になった気分になって、なんかどうしようもなくなって、なんか申し訳なくなるし、万里って呼ぶのもなんかちょっと距離が縮まった感じがしちゃって、なんか申し訳なくて呼べないし、摂津万里って摂津万里なんだよね。摂津万里でしかないから摂津万里としか呼べないし、万里って呼ばれるとさなんか嫉妬しちゃうしさ、摂津って呼ばれると何どんな関係なのって思うしさ、摂津万里ってやっぱ摂津万里でそのままだもんね。その気持ちわかる。野口よりでもいいよ野口よりでもいいよ呼ぶの。弥生県、そう弥生県だ。野沢さんどなたですかね野沢さんはどなたですかね。私じゃないですね。うん、野口英世タッタカタンタッタカタンタッタカタンタカタンタッタカタン。殺される私大丈夫かな大丈夫か大丈夫。怖い怖い怖い。ねえ、それアニメ見てる方いらっしゃいます？私毎回友達と通話しながら見てるんですけど、やばくない？なんかごめんね、やばくない、やばくない、やばくないしか言えないんだけど、やばくない、なんかなんか嬉しい。私はなんかだってさ、好きな作品のさキャラクターたちのさ生活音が聞けるっていうこの幸せってなくない？ゲームでさキャラクターの扉閉める音とか足音とかさ、なんか聞こえなかったわけじゃん今までって。なんかキャラクターの声を聞けるだけでも幸せだったのに、生活音までその存在する音さえも聞けるようになってしまったから、もうどこになんか執着点を置いていいのかが分からなくて大変わかるかな、トン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 って歩く音、トントントンって歩いてる、偉いねってなるじゃん。で壁ドン、あ茅ヶ崎至るの話なんですけど、壁ドンもバン、あ言って大丈夫、え大丈夫、まあなんかするんですよ茅ヶ崎至るが。その時の音とかも、ああなるほど、なんか、うん、音だ、これは今茅ヶ崎至るが出した音だって思うしさすごいんだやっぱりアニメって、地上波ってすごいなって思った。アンスタ時にそれなった、アンスタなるよねやっぱり。見てないかな、見てる、嬉しい。でも皆さんなんかまんま、まあもうなんか皆さんね、マスミのこと好きになってくださってわかるよ、マスミいいよね。でもねここからだよ、もう A3 の良さがこれからなんだよ。もうみんなのこと好きになってほしいです、ぜひ全キャラさくやくんのあの目の輝きどうしちゃったんだろう、なんかもうどうしたらあんなにけなげでまっすぐで純粋で、まるでなんかなんていうのかな、あの感じ、うーん、なんか太陽とかじゃないの、ひまわりとかじゃないの、サクサクってなんかね、なんて表現したらいいの、あの清らかな感じ、でも強引じゃないくて自然とみんながよしってなるこのオーラというか、まとう雰囲気って言葉に表せないほどいい子なの、それがね可愛いの。春組って尊いよね、なんか家族みたい、なんか見てていいのかなって、こんな
家族の一部始終を私が盗み見ていいのかなって思ってしまうほどなんか清らか、なんかそ、なんかね、ね見てほしいよ、ぜひ。歩いてくれてありがとうって感じだったよ、ずっとタルチ見て見て、ぜひ見て、皆さん。もう40分早い、どうしよう、どうしよう。泉ちゃん良い、泉ちゃん良いよ、なんか良すぎる。あれはね、男子受けも女子受けもする女の子だ最高の女だぜ、彼女にしたいなってぐらいいい女歌プリ好き、すごいとこで終わっちゃったからナイスリ、次が楽しみだ。筋トレ応援してください、イコマルさん。マッスル、あれ、あの曲聴きな、めっちゃ持ってたいってやつ、なんだっけ、お願いマッスルだ、お願いマッスル、お願いますめっちゃ持ってたいってやりながら、ちょっとあのアニメの歌なんですけど元気出るよ、モテるよ、筋トレ頑張ればモテるよ多分ダンベルのやつ、アニメあれもね、いいよね、面白かった、普通に勉強になる。なんか途中から筋トレが知りたくてさ、筋トレを早く知りたいアニメになってた。なんていうの、内容というよりかはもう筋トレ、筋トレ、早くその筋トレの詳しい情報を教えてくれってなるアニメだった。うん、春の眼差し、春の日差し、確かにそう、春の日差しだね、そんな感じ。ネットフリさ、ジブリね、すごくないですか。でも日本が対象外だったけど。そろそろね、終わっちゃうかな。そう、私は彼女やめな。大変だよ。部屋の掃除もしないし。ね。料理もできないし、洗濯物もできないしね、大変だよ、大変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 。風邪ひいちゃったのな、ゆうちゃん。風飛んでけー、安全にするんだよ。ね、日曜系のアニメ私も好きです。歌っぷりはレーンさんと翔くんが好きだ。どんな曲？あ、最近ね、ずっとマックロスばっかり、ワルキューレばっかり聞いてます。ドベルアイのキスでサイハテリンク好きだ
マルキューレマジで本当にもう歌が良すぎて大好き、どうしようって感じだよ。右の眉毛ファンです。左は左は確かに今日の左ね、私もちょっと嫌い、こうがいいよね、もうちょっと。わかる。マルキューレは止まらない。全部お世話してくれるの？大変でも構わんの？羊になってくれんの？掃除以外できる、偉い。え、ご飯作って全部してくれんの？あ、一緒に暇になろう。あ、あり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 だな。家政婦になってくれんの？ありだな。1回500円、え、安い？20歳になった、おめでとう。ナナが20歳になったよ。大人になったね、成長した。てんてたんて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 たてててたんて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 ん。あたかぎ全開、誰も立つな俺の前には。懐かしい、笑ってしまった。男気全開って文字見て。私あれで好きになったもん、翔くん。男気全開って言ってて、何言ってんだろうってとこから好きになったもん。夏。そう、顎がすこ、変だね、変だよそれは。布団カバーお揃い、やったー。ピースじゃん。あ、ちょっと汚い。ピースじゃん、やったー、お揃い。やだ、時間が迫る。そんな甘えちゃダメ、自分で頑張ってって言われた。そうだよね、でも19歳だもんね。いおりちゃんの羊。わかる、私もお湯とレンチンならね、上手。うん、やだ、わかる。それぞれお湯さん可愛いですよね、大好きです。得意料理カップラーメン、お湯を沸かすこと。なんなら、そう、私今年ね、すごいやりたいことが、やりたいことっていうか目標っていうかたくさんあって、なんか話したことあることもあるかもしれないけど、一つが O脚を直すことと、二つ目が気を確かに持つことと、あと、あ、なんだっけ、あれ、自分の中でいっぱい決めたんだよな。
なんかいっぱいあるんですよ。いっぱい決めた。すっごい細かいことだけど、たくさん決めたからね。頑張ろうって思った。でもできるかな。あ、そうそう、髪の毛を乾かすとか、なんか本当にこんなの、髪の毛を乾かすとか、あと、とか、まあメイク落とすって頑張ろうと思ったけど、もうすでにできてない、頑張れない、メイクだけは本当に落とせない、頑張れない毎日乾かすと、髪の毛のケアとかもそうだし、あとはパフォーマンスもなんか変えたいなって最近思ってて、ちょっとねできたらなって思うし、いっぱいなんか変わりたいって思うことたくさんあるので、皆さん今年もよろしくお願いします。そう、20歳になるから頑張ろうかなって思って、そう、結構大きくねコンプレックスだった X 客直さなくていい。私 X 客大好きなの。おとしまりさんにもこれめちゃめちゃ言ってるんだけど、 X 客ほどねめちゃめちゃなんていうの、美脚に見えて綺麗な足、私 X 客のなんか内股感も好きだけど、あのなんだろうな、上にも下にもこの隙間がある感じすっごい好きなんだよね。だからもう直さなくていい、 X 客は。これごめん、めちゃめちゃ私の偏見だし、私の性癖をぶちなんていうのこうぶち当ててっていうかぶん投げて申し訳ないけど、本当に好きだから男子大丈夫、安心して。 X 客は綺麗だよ、 X 客は可愛いんだよ、わかるかい、わかってX 客大好きなんだよ私、本当に本当に好きだよ、ぶち込む保険に入るの大変だよ嫌だ、あと7分じゃない声どうした声どうしたあ、サル腕、私もサル腕です、一緒でも直しました、あの弓道やるときに直したっていうか、自分でこう猿腕じゃなくなれるようにねした、ふとした時に。でもなっちゃう猿腕、治んないけど、なんか例えばさ、私ねこんな感じなの、上向いちゃうのね。でもなんかこうやって入れれるようにした。できるきっとメイク落として、私のメイクなんか怖いなんか怖いって何あ、ごめん大きな声出しちゃった、ごめんねそう、こういうとこ、そう、気を確かに持ちたいの、そう、こういうとこだよね。大きくでごめん、大丈夫、仲間だよそう、あ、やばい、ちょっとギフト読んでいこうかな、そろそろあと6分。皆さんハートありがとうございます。まいちゃんありがとう、さくらさんもありがとう、ともさんもハートありがとうございます、ぺこちゃんもハートありがとう、あとはしょうほうさんお金ありがとうございます、ひとみさんもハートありがとう、ももよちゃんとうといありがとう、あやかもとうといありがとう、あと何かな、わーハートたくさんありがとう。バイト大丈夫、バイトなのかな、なんか言ってたやつ、あいかちゃんハートありがとう、
小熊さんありがとう、ありがとう。みおり、アイスありがとう。みおちゃん、みゅーぴょん、お花ありがとう。きょうりもハートありがとう。はちゃんもとうとうありがとう。しょうちゃん、お花ありがとう。 MKT さん、マッマックとうといマックとうといさんMKT マックとうといさん、ハートありがとうございます。みおり、アイスありがとう。ひーちゃんもお花ありがとう。ゴリラおばけさん、くまさんありがとう。なのさん、バラありがとうございます。れんちゃんありがとう、ハート。マロウさん、あ、今日ありがとう、定期声ありがとうございます。ハートありがとう。ともさんもありがとう。ハーじゃないね、バラありがとう、バラ大好き。意味深。はい、ハルゴンさん、お花ありがとうございます。いつもありがとう。ペアちゃん、アイスありがとう。ミュぴょん、もととありがとう。マリリン、モンロー、バラいっぱいありがとう。いっぱいありがとうございます、皆さん。ヒカルさんもととありがとうございます。ショウちゃんもかわいい、ありがとう。マリリリリ、お花ありがとう。コグマさんもありがとう、ありがとう。こたつありがとうございます。イブさん、とうといありがとうございます。いっぱい、こんなにありがとうございます。あとね、タワーありがとうございます、投げてくださって嬉しい。うん、タノさんかな、ありがとう。いっぱいありがとうございます。川の王子さん、とうとうありがとう。れんちゃんも、まゆこちゃんありがとうございます。ハート、ゆり、こたつありがとう。ケイト、お金ありがとう。しょうさん、かわいいありがとう。ピッカールさん、かわいいありがとういつもなんかありがとう、例のやつ見てます。カバルさん、お花ありがとう。人生じいちゃんさん、あーん、タコさんありがとうなどか、お金ありがとう。まゆこちゃんとかね、みゆぴょんとか、まいちゃんとか、けい何今の声、けい音符ありがとう。やなだちんさん、あー、バラありがとう。あれ、3メートルの人かな、違ったらごめんなさいゆちゃん、お金ありがとう。みなみ、かわいい、ありがとう。あかりちゃん、バラありがとう。ケイト、お花ありがとう。ねタケッチマンさん、ありがとうございます、お花。ケイチロ、ケイ、うん、ケイチロ、ありがとう、ありがとう。ケイチロってかわいいね、なんかなんていうの、あれみたい、あ、なんだっけね、あれだよ。あ、待って、壇上も言わなきゃいけない。あ、これちょっとやばいんじゃないか。待って、トモモさんありがとうございます。クマさん、ペコちゃんもとうとうありがとう。リブビロックさん、お花ありがとう。トノさん、バラありがとう。皆さん、たくさん、 TTR さん、かわいい、ありがとうございます。などなど、皆さん本当に、ナーチンさんもお花ありがとう。余裕のないゆうちゃんもありがとうございます。皆さん本当にね、ギフトありがとうございます。ちゃんと見えてるよ。読めなかった、ごめん、読めなかった方は本当にごめんなさい。いつも見てます。そして10、あの、男女読んでいきたいと思います。13位、マックとうといさん、 MKT さんありがとうございます。そして12人が、ともさんありがとう、いつも。11位、まいちゃん、たくさん投げてくれてありがとう、ハート見えてましたよ。そして10位、もぎもぐさん、あ、 もぐもぐじゃなかった、もぎもぐさんありがとうございます。あ、やばい。19位、りょうたん骨折しました、ありがとうございます。8位、けい、ありがとう。7位、ひーちゃん、ありがとうございます。6位、さやてん、ありがとう。5位、ペアさん、ありがとうございます。4位、ケオリン、ありがとう。3位、しょうほんさん、ありがとうございます。2位、ブライアンさん、ありがとうございます。そして1位がね、あのね、いない。1位、どうだった、私のとこ1位いないんですけど、ちょっと待って、1位どうだったね、教えて1位どうだった、あ、タノさん、ありがとうございました